プリンシペデ・アストリアスはスペイン海軍の航空母艦。設計面ではアメリカで開発された正海艦を元にしている。艦名はスペイン王大使の称号アストリアス港に由来していると同様のものである。スペイン海軍は1967年にアメリカから対応されたインディペンデンス級航空母艦カボットをデダロとして再収益させることで、 航空母艦の運用に着手した。しかし、同艦は、太陽を受けた時点で、寒冷25年という老朽艦であり、最大速力は、新造時の31ノットに対して24ノットまで低下しているなど、すでに更新は必要な状況であった。一方、1970年前後より、アメリカ海軍では、正海艦コンセプトが検討されていた。これは、 第二次世界大戦中の護衛空母の現代版と言うべきものであり、小型艦弁で低コストの航空機搭載艦を多数建造して、船団護衛や対戦警戒、洋上防空などの任務で正規空母を保管することを狙っていた。開発は完了し、1975年度予算での建造が予定されていたものの、議会に却下されて実現しなかった。当時、 デダロの更新を検討していたスペイン海軍は SCS コンセプトの採択を決定、これをもとに発展させたベイギブスコックス社の設計案が採用された。当初は1976年に寄港、1978年に巡航する予定であったが、米本国での SCS コンセプトの頓挫や司令部用環境の設置など設計変更の影響もあって、 発注は1977年6月29日にずれ込み、気候は1979年、収益は1988年5月となった。上記の経緯より、本艦の設計は基本的に SCS のものが踏襲されており、朝鮮主導型でクローズドバウトされた船体設計も同様である。ただし、スペイン海軍では艦隊機関としての運用が要求されたため、 SCS ではブリッジが一層であったのに対して、本館では公開環境の直下に司令部用環境を設けて指揮統制機能を強化している。小型の空母であるため、艦の動揺軽減のためにフィンスタビライザーを搭載していた。またこのほか、対戦線に対応して水中放射雑音低減のためプレーリーマスカーシステムも備えていた。 主機艦としては、ゼネラルエレクトリック LM2500、ガスタービンエンジン2機の出力を減速機でまとめて、小防具構成でスクリュープロペラ一軸を駆動する方式とされた。これは、これほどの大型艦としては、例外的なものであり、低コストを追求した SCS の名残と言える、ものであった。オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリーゲートと同様の構成であるが、 合計出力46,400馬力を確保している。またやはり同級と同様、初機故障時などの非常用として、陰形式の旋回式スラスター2機を官邸に備えており、こちらでもノットでの航行が可能である。電源には、アリソン 501K17 がスタービンエンジンによって駆動される出力2 5 0 0ットの発電機3機が搭載された。 飛行看板は175.3メートル29メートルの広さを確保しており、またその前端部には、勾配角12度で46.5メートルに及ぶスキージャンプ勾配が設けられていた。飛行看板の構成は SCS のものが踏襲されており、アイランド前方にインボード式の全部エレベータが、また、飛行看板後端にアウトボード式の後部エレベータが廃されている。また、 飛行甲板の下にギャラリーデッキを設けているのも SCS の設計を踏襲しているが、これはアメリカ空母の伝統に則っ,ったものであった。格納庫は2300平方メートルを確保しており、ここを含めた環状戦闘機、ヘリコプターの搭載数は最大で37機とされていたが、 このうち実際に運用可能なのは24機のみであった。また、平時の搭載数は17から20機とされており、例えば1989年9月に北、ヨーロッパを訪問した際の構成は下記の通りであった。本館の搭載兵器は近接防空用のものに限定されているが、これは先行するインビンシブル級やキエフ級が 比較的重武装であったのと好対称を成している。またソナーも搭載されておらず、現代系空母としては例外的とも評されている。なおこのほか、左舷側には霊峰二門が設置されていた。2013年2月6日退役、翌2月7日、フェロルのナバンティアズ戦勝まで最後の航海を行った。 本艦隊役後のスペイン海軍の艦上戦闘機プラットフォームの役割は強力な航空運用能力を有する強襲揚陸艦、フアンカルロス一世が担うこととなる。なおば三者は本艦の縮小、派生型として大王国海軍向けに着利なルエベトを建造している。ありがとうございます。